もう朝か。いつものように目覚ましに起こされ、一日が始まる。そんな気だるい朝でも今の俺にとってはそこそこに楽しみな時間だ。おし、着替えるか。唐突に自己紹介でもしよう。俺の名前はふのぼりはじめ、あだ名は五郎。親も五郎呼びなのはいかんである。そんなどうでもいい話は置いといて。そんな俺は今悩みがある。一つ目は親が今年中家に戻らないこと。なんで帰ってこないのかは知らん。二つ目は幼馴染に恋愛感情を抱いたことだ。幼馴染なら告れと思うかもしれないが、俺の幼馴染はそう簡単にはいかないのだ。なぜなら、五郎起きてる。珍しい起きてたのね。俺だってたまに起きるさ。たまにじゃなくて毎日起きててほしいんだけど、遅れたくないからすぐ支度終わらせてちょうだい。はいはい、すぐ終わらせますよ。それじゃあ、下で待ってるから。了解。幼馴染と肺衛星の着替え見て無表情とは。さすが心ちゃん。何を隠そう俺の好きな人は、無表情なのである。別に感情がないわけじゃない。ただ単に表情がなかなか変わらないのだ。だから、告白するタイミングがわからない。どうしたものか。下行くか。お待たせ。意外に早かったわね。だろ。朝ごはんはどうする？時間は、そう言いながら時計を確認した。時刻は8時前。心は食べてきたのか？私もまだだから作ろうと思ってる。じゃあ、お願い。はい。そんな可愛い声を発しながら台所に向かう心。本当に可愛いな。そう思いながらいるといい匂いがしてきた。ありもので作ったけど。作ってもらえるだけでありがたいよ。そう言ってもらえると嬉しいわ。それじゃあ、いただきます。いただきます。心の料理はとても美味しい。おばさん、心のお母さんの料理も美味しいから教えてもらったのだろう。はあ、心の料理は本当に美味しい。こんなにいいものが食べられるなんて俺は幸せだな。それだけのことで幸せになれるなら、毎日作ってあげようか？はあ、心は今なんて言った。ごめん、なんて言った？だから、毎日作ってあげようかって。え、何いきなり告白？違うけど。ですよね。毎日はさすがに疲れるだろうからいいよ。あらそう、残念。残念とは？特に意味はないから気にしないで。心は時にこっちの気持ちを知ってか知らずか、ドキッとすることを言ってくる。だから自分の気持ちに気づけたのだが、本当にいろんな意味で心臓に悪い。ごちそうさま。お粗末さま。それじゃあ、学校行くか？そうね、ちょうどいい時間だしね。そう言って、俺らは学校に向かった。それじゃあ、放課後。うい、学校に着いてすぐに俺たちはおのおののクラスに向かった。悲しいことに俺と心のクラスは別々なのだ。はぁ、学校でも心と一緒にいたいなぁ。そんなことを思いつつクラスに向かっていると。五郎ちゃん。痛い。おはよ、五郎ちゃん。おはよ、高梨。今日も幼馴染ちゃんと登校ですか。毎日一緒なのにまだ付き合ってないんだよな。そうだよ、告白するタイミングがわからんのよ。どうしたもんかなぁ。知らん。俺には関係ないし。てか、恋愛は旗から見てやんややんや言ってるのが一番楽しいし。まあ少年よ大志おいだけ。うっせぇ、てか同い年だろが。まあまあ、そんな五郎ちゃんにアドバイス。案外幼馴染ちゃんも五郎ちゃんのこと好きかもね。高梨、ラブから行くかは知らんけど。お前、上げて落とすの好きだな。まあ、嫌いではないな。というか、俺は五郎ちゃんをいじるのが好きなのよ。きっと、そんなひどい俺とも友達でいてくれる五郎ちゃんを俺は好きだぜ。もちろん、ライクな。知ってるよ、お前からのラブなんて俺はいらん。五郎ちゃんひどー、そんなんだから告白できないんだよ。ぐは、その言葉は俺に聞くからやめろ。あはは、やっぱ五郎ちゃんは面白いな。はいはい、ありがとう。このうざったいのは高梨、俺の数少ない友達だ。さっさと教室行くか。マイペースで何を考えているかわからん奴だが友達思いのいい奴だ。本当に不思議な奴だ。なあ五郎、放課後暇か？暇なら駅前のゲーセン行こうぜ。悪い、先客がいる。どうせ例の幼馴染ちゃんでしょ。そうだよ、てか俺の恋愛事情はどんだけ筒抜けなんだよ。金髪の少女は霧雨マリサ、高梨同様数少ない友達だ。そして、紅白の方は白霊霊夢、お察しの通り高梨、マリサと同じく数少ない友達だ。というか、その3人と心ぐらいしか友達と呼べる人はいない。あはは、まだ告白できてないのかよ。悪いかよ。いんや、面白いからもっと続けてくれ。お気楽ですね。恋愛は旗から見てるのが楽しいのよ。高梨もそんなこと言ってたな。その高梨はどこ行った？呼んだ？お前今どこから湧いてきた。俺は君らのいるところならどこからでも湧くさ。答えになってねえし、ちょっとキモい。ええ、きっと。高梨、さすがに今のはキモいぞ。え、霊夢ちゃんは？今はその笑顔が痛い。諦めろ高梨。まあいいや、って、何の話してたの？そうそう、放課後ゲーセン行かね。俺はいいけど、五郎ちゃんは行かないんでしょ。ああ、心と帰るから。というわけで、高梨くん私たちの護衛よろしく。護衛って、俺より身体能力高いくせに。ほんじゃ、そういうことで。また誘ってくれ。おう。
また今度こいつらに心を紹介してみるか。そんなことを思いつつ授業を受けるのであった。